怠け癖を怠け者のまま直す方法。俺は阿部貞夫、一般企業に勤める普通のサラリーマンだ。あー、この請求書も回さなきゃダメだった。めんどくさい、明日でいっか。お前この前も部長に怒られただろう。大丈夫大丈夫、明日やるよ。おい、動画見る時間あるなら先に仕事やればいいじゃん。俺ダメ人間だから、 YouTube が悪いんだよ。 YouTube ができるやつに生まれ変わりたいか。はい。って誰？ CEO、 この後スタックインダストリーへの訪問が。まあいいじゃないですか。教えてほしいか。はい、お願いします。ではここから本題。でもその前にチャンネル登録よろしくね。誰に言ってます？人間はなぜサボるのか。人間は自分にとって都合がいい時だけ積極的に動く。確かに。大学時代金がなかったけど、超可愛い子に深夜今から来れると言われて10キロの距離走って会いに行けたもんな。お前すげえな。つまり会社での行動で言うと、目の前の仕事を怠ける方が都合がいい、気持ちがいいなのだ。俺一生真面目に働けないこと確定。いや、それはブーだ。仕事を自分に都合よく作り変えるべし。作り変える？まず一つ目は作業時間を細かく区切れ。あと15分作業したら5分休憩とか、馬人参を自分にちらつかせる。なるほど。2つ目はパーキンソンの法則に注意しろ。とは与えられた時間だけ作業を膨張させる性質を持つ。だから本来よりも早い締め切り日を設定するのが効果的だ。無理。中間で上司にチェックしてもらう日を作るとか、強制的にやる方法はいくらでもあるぞ。怠けとはメリット優先モードの状態。人類の祖先が生き延びるために構築した行動原理。環境を変えることで自分の行動を変えよう。はい、5分のおしゃべりタイム終了。まだ行きたくない。ミルクの時間におむつ交換。移動中に本当は来週締め切りの四半期決算の基調説明会原稿をチェックしてもらいます。助けて。確かに怠けられないな。